冷たい風が吹く中、一足早い春の訪れを告げる桜の開花が始まりました。新町川沿いの両国橋東公園では、徳島一開花が早いと言われる寒桜が花をつけています。寒桜はその名の通り、まだ寒さの残る2月に咲き始める桜。淡いピンク色の花びらが寒空の下で揺れています。綺麗です。綺麗に咲いた春の訪れですね。現在五分咲き程度の寒桜には膨らんだつぼみも多く見られます。満開の桜へ向けて準備中のようですね。